こんにちは、ギャラクシースペースのいおりです。今日の一言をお届けします。人は2つの箱を持っています。1つは光の箱、楽しいことや嬉しいことが詰まっています。1つは闇の箱、愚痴や不平不満が詰まっています。この2つの箱は同時には開かないんです。いつも片方の箱だけが開いています。昨日、私の闇の箱が少しだけ開きました。闇の箱が開くと、光の箱はピタッと蓋を閉じます。闇の箱が開いたら、なんだかモヤモヤしたり、心がズキズキ痛んだり、気持ちが冴えません。光の箱を開くには、気持ちの切り替えが必要です。闇の箱が開いた原因は忘れて、今こそ天国行きの言葉です。ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます。幸せ、ありがとう、許します。それでもなかなか言葉にできないときは、見るんです。可愛いものや綺麗なもの。すると光の箱が開き、闇の箱は蓋を閉じます。それでは今日もよろしくお願いします。では早速作っていきたいと思います。説明が前回と重複するかと思うんですけど、モールドは亀島商店さんの球体モールドになります。で、これは本来3連なんですけど、切って20ミリのみにして使います。この方が使いやすいので、私はそういう風にしています。前回はこの3点で作ったんですけど、今回は同じレジン堂さんのフェアリーマジックのケルビーというカラーを使って作ってみたいと思います。オーロラになる部分のカラーを作っていきます。そしてこちらにレジン液を入れていきます。レジン液を流し込んで、量ですけど、このくらい、もう少し入れてもいいのかもしれないんですけど、私はだいたいこのくらいの量を入れて先に作っていきます。そして中に気泡がありますので、その気泡は取っていきます。で、下の方に沈んでるので、ここで熱を入れてレジン液の中にできた気泡を上に浮かしていきます。気になる気泡を一つ一つ取り除きます。完全には取れないと思うんですけど、横から見て気になる気泡などあればすくい取ってあげたらいいと思います。そして前回何回もチャンスはあったのに、ことごとくオーロラを作る部分、一番肝心な部分が撮影できていなかったという、手しか写っていなかったということがありましたので、今回はその部分をはっきりお見せできればいいなと思っています。つけるときはこの幅を広く取ってあげる感じで、この中に入れてくるっと円を描くように入れてあげます。そしてもう一層入れます。そして硬化します。分かりづらいですけど、一応入りました。そしてまた、これだけ上に開けてるんですけど、本来は上まで持ってきても問題はないんですけど、どうしても
この上の部分を研磨するので、そして研磨してたらだんだんなんか肉眼でどの位置が上に来るのかっていうのが見えなくなるので、それを分かりやすくするためにも私はあえて上の方には手塵液のみを入れるようにして、こっちが上ですっていうのが分かるようにしています。固まりましたので外していきます。ここに気泡ができたんですけど、こういう気泡は他のところにできてもそうですけど、穴を開けてあげてそこにレジン液を流してあげて、この穴の中に入ってる気泡を取り除いてあげれば割と分からなくなってしまうので、これで硬化します。さっき大きな気泡ができてた分ですけど、どこにできてたかなっていうのが分からなくなるぐらい綺麗に隠れます。どこだろう、本当にわからん、でも多分この辺にできてたのかな。あすら、本当にこの色って粉自体はこういう緑色なんですけど、レジンの中に入れると少しオーロラに光ってくるからすごく不思議なカラーです。イオラです。対応でいきます。こんな感じで4つできたので、今から研磨していきます。
これからサンドペーパーで研磨していきます。研磨が終了しました。これから金具を取り付けてコーティングに入ります。